ども皆さんおはようございます。渡辺でございます。今回は同クラスのマリポーサですね。まあリングってことでね、もうマリポーサのこう、これはマリポーサ用ステージみたいな感じですよね。で、この方キャラランクは2位の人でした。強いわけだ。で、まあ僕はもう降格へ向けて粛々と消化試合みたいな感じでランクマやってるんで、本当にもうね、と勝てないですね。おい、月内コンボ決められたよ。うん、負けたと。いやいや、本当に困っております。時間待って、いやー、またやられた。まあ、サンドバッグですな、完全に。リングの外に出た時どうしたらいいんですかね。まあ、負けてしまいました。はい、次行きましょう。計算通りだったらしい。まだやります。はい、で2戦目で、まあ僕が負けたことによってこの方はロングファイターになりました。中段取ってシレット投げて、みんなにはバレバレらしいけどこの方には通じる。マリポーサもなんか久々に当たるとほんとわけわかんないですよね。うん、とりあえず一勝です。はいはい、サイドアタックしてみました。うん、アカンヤツやポイントモードで仕切り直してポイントモードまで受けてくる。追い込むは、多分あれ入らない。またリング外に出てるし、ね。さすがマリコさん。でもね、ちょっとなんかここは負けれないなと思って頑張っております。サイドバックが当たって、ちょっと遅かった。あれは配管投げいけてたな。で、下段取る。あ、違った。あら、まあそうですね、皆さんやっぱ前の格な、またリングの外になって、あれはどうすればいいんでしょうか。でもね、勝てました。はい、まあブロンズファイターからのポイントですから、結構ガツッと、ずっと減りっぱなしだったのが少し増えました。で、3戦目です。はい、で3戦目は相手のサイドアタックが決まったのでの開幕でございますね。追い込む回復、よかった。で、下段取る。特殊起き上がりはなんか飛び越えた。うん、で立ってホールドだったんで配管最大にさせていただきましたよ。ちょっと投げるのはよろしくお願いします。おー、取る。ブレイクホールドでもう6回勝ちたい一心で頑張っておりますよ。よかった、 P が割り込めた。そうよね、 OH の強いやついっぱいあるもんね。マリコーサはよかった。前の角投げ、皆さんよく見込んだですね。本当にブレイクホールド、また投げてくれなくてよかった。ここでブレイクホールドで、俺の S ボタンはあれは何したかったんだろう。ブレイクブロー打ちたかったんかな、ゲージ溜まってないのに。
まあそんな感じがする。で、サイドバックを格投げして、八王子アンタル。うん。最大投げ入れときます。いやー、これは良くなかった。あ、今、リング外に出ようとしたの打撃で、とがめれましたが。うん、フルセットまでは持ち込みました。この後ですよ、問題は。もう一勝ぐらいしたいんだが。やっぱ生き生きしてますね、プロレスのリングだと。でもしっかり角投げまで待たれて投げられてしまったし、で、OH 食らっております。あー、ここでサイドタッカー、うまいな、やっぱりみんなでね、こういう。そうですね、僕はプレッシャーに弱い気がしてきたな、今の。もうめっちゃくちゃビビってますよね。これが勝利の方程式。勝利の方程式にバッチリ当てはまったようで、はい、負けてしまいました。はい、まあまあまあ、こんな感じですわ。本当にもうテンションも上がらないですよ。いやー、ランクマはもう辛い。もう降格間際のランクマは本当に辛い。はい、まあこれが最終回になる可能性も非常に高いんですけど、はい。あの落ちた後は始めますけどね。 A プラスシリーズはこれで終わりそうな雰囲気がすごい。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。